いや、お疲れ様です。そう、メイウェアズはね、強いですよね。お前らが寝てるときに俺は練習していると。お前らが遊んでるときに俺は練習していると。お前らが練習しているとき、当然俺は練習しているというね、まあ。俺はね、何年も前に聞いたセリフなんですけども、この人がいまだにね、現役のリングに立って、そして油の乗り切った朝倉未来選手と対戦する、このカードを組むこと自体はすごいですけども、 いや私朝倉クルさんにね勝ってほしいなと思いながらもね勝つだろうと思いながらもやっぱりこのカードを引き受けたメイウェザー強いですよねだって45歳で30歳と戦おうとする時点でもかなりの自信と練習量が自分の中にあるわけですからそれは侮れないですよ、まあ、このねメイウェザー50になってもリングに立ち続けて当たる若者をバンバンとぶちのめし続けるんじゃないかなと逆親父狩りですよね まあそんな感じで、親父狩り狩りみたいな感じになりますけども、すごい。だからね、デーモン小暮さんも言ってましたけども、年齢を重ねれば、パワーは落ちるけども、技術は上がっていく、みたいなことがありますま。ああ体力が落ちる分、技術を身につけてカバーしてるんだろうな、って気がしますよね。<うん S 1> いや、でもこのメイウザーに関しましては、パワーそのものもまだね、温存されてるような気がします。すごいと思いますよ。はい。で、今回ね、ちょっとこの格闘技から、 私もインンスピレーションをい,ただいてあの似たような考えなんですけども私がね空手を教わっていた中学時代に教わっていたその先生がいるんですよね師匠がね、まあ、その方がね話す話ってのがいくつか頭に残っていてもうその先生の名前忘れちゃったんで、えー、もう大山マスターっていう形にしたいと思いますけどね今回のタイトルは、まあ、どういうことかっていうと一言でパッて教えてくれたわけじゃないんですけども まあ俺たちは空手家だから格闘家だからいつでも訓練しろと頭の中でトレーニングしろっていうわけですよえどういうことなんだっていうふうに中学の私としてはトレーニングっていうとサンドバッグを叩く組み手ぐらいしかないなと思ってたんですけども頭でトレーニングしろって言われてたんですよなんじゃそれだと思ったら例えばな街を歩いてるだろっていろんな人とすれ違うよねってそいつらといきなり飛びかかってこられたらどうするかってことを考えながら周りの人を見てろと後ろから 誰かが足早いいに自分を追い抜いて行こうとするそういう足音が聞こえた時に後ろに神経を張っといてねいきなり棍棒で殴りかかってきた時にどういうふうに受けるかどういうふうに反撃するかねこういうことを考えながら行くんだよと人が全くいない環境でもどっかに人が潜んでいて飛びかかってくるかもしれないその時にあそこのタンスの角かなこっちの床の下を立ち上げて出てくるかな天井から来るかもしれないなと思いながらね 常に神経を張り巡らさせて、どっからいつ出てきてもいいように構えていくんだと。そのためにどんな技が必要なのかをいつも頭の中に入れておいて、その技の訓練をしておくんだよ。っていうふうに言われてましたね。つまり、極真からで、リングの上だけが戦いじゃないよと。そんな甘い世界じゃないと。はい、リングに上がりました。ゴングが鳴りました。で、格闘用意スタートです。っていうことじゃなくって、普段の暮らしの中に戦いは潜んでいるんだと。 いいいうう気持持ちをててっていうことらしいんですよねもう言葉の詳細を忘れちゃったんですけどもでもこんな感じだったと思います、まあ、それを聞いてなるほどなぁと思いましたね学校で勉強していてもクラスのやつらがね全員飛びかかってくるかもしんないって思いながらねワクワクしながらそうだなぁその場合はまずは部屋の角に行って一度に攻められることなく壁を背にして戦っていくそして一番最初に飛びかかった人間の腕を掴んでそいつを ガードにしてその隙間から政権をぶち込んで回し蹴りを食らわすということだなというふうに思ったりね。だから一対多数って実はね格闘技としては有利に戦える要素の一つもあるんですよ。通常一対五人一対十人だと一人の方が不利に見えますけども実はね多勢に無勢と言いますか大勢の方が不利になるような戦い方を一人で編み出すってことと。 それれがが扱いいいるってことと大事ななんだううふうに思いましたね、うん、でね最近ね「イップマン」という映画をねやっぱ見るわけですよここ5年香港映画のねイップマンっていうのは「英春犬」っていうブルース・リーの先生の物語なんですけどもそのイップマンっていうのは1対10人を得意としてたんですよねだから10人が飛びかかってきても勝つみたいなその10人っても普通の人じゃなくて格闘家10人ですよだからそういう戦い方があるってことを改めて学びましたね 1>, 1人対2人2人の方が有利な気がしますけども戦い方によっては1対多数の多数の方が不利になるようなやり方もあるんですよね。それがさっき言ったようなあの1対10人の時に10人のうちの1人を自分のガードにしながらねそいつの隙間からこう拳を繰り出していく技を繰り出していくことによってあの10人の方があのもう味方をねなんかこう拳よけにできないっていうところをつくんでしょうね。 同士討を誘ったりとかねやっぱ格闘技も知識や経験なんだなってところですねだからそういう風に体力が失われていっても工夫の積み重ねる時間が増えていくってのが年の幸ってやつなのかなと思いました朝桜光宏さんねもう30ですけどもこれからもこの経験を生かしてさらに一皮むける一段高いところに立つ日本を代表する格闘家になってもらいたいなと思いますねはい、ではいってらっしゃい